はい、皆さんこんにちは、内山大将の加藤チャンネルです。ちょっとボクシングとはね、今日違うんですけども、年末の、埼玉スーパーアリーナで行われるライジンにですね、なんと我がヒーロー浩二選手が登場します。そしてその相手がヤーマン。最初はね、なんか柴田選手になるかもしれないっていう話だったんですけども、まあなんか亡くなって、でヤーマン選手になったんですけども、まあ、このヤーマンっていうのはね、またね、面白い人間でまあヤーマンの僕、うちの KOD ライブにも通ってまして、なんかなんだろうな、試合スタイルが本当にもう殴り合い、本日の試合すごかったですバチバチにね、もう一歩も引かず殴れてましたもんね。で、撃たれて、ヤーマンも撃たれて効いたって時に、またそこから気合で打ち返して相手を倒すっていう、まあ、本当に気合が入ってる男ですね。もう引かない多分、ヤーマン多分気持ちが強いんで、もう本当にただもう倒されてもいいっていう気持ちでガンガン投げれるんで、これはね、もうちょっとね、コージとね、どうなるんだろうな、バチバチ打ち合いになると思うんですよね、今回はただまあコージも打たれ強いですから、ただあんま打たれ強い人は過信すると本当にふとした時にもらったパンチが効いちゃうんで、やっぱね、ガードをしっかりしないといけないですし、ただまあね、キックボクシング対決ですから、この試合は本当に一般の人も面白い試合になるんじゃないかなと僕は思ってます。で、どっちの圧勝っていうのはないと思うんですよね。結構バチバチの試合になるのかなと。割とシンプルな感じになるんですかね、試合展開というのは。そうですね、もうただ単に殴り合いっていう試合になるような気がしますただね、気まずいんですよ。コージも僕がずっと教えてるじゃないですか。で、ヤーマンもうちのジムに来てから僕も教えたり してましたし、仲いいんで、もうこれはね、まあ、思い出といえばね、やっぱり、まあ、コージの方がちょっと付き合いが長いんでありますけども、ただまあヤーマンもいい人間だしね、なんか面白い人間なんで、この試合はね、ちょっとあんまり僕的にはあんまり見たくないというか、テレビで結果だけでいいかなっていう部分はあるんで、だから4日の試合解説終わって間に合えばスーパーアリーナ行きたいと思いますので、まあ、あ、でも行きたくないなって思ってた、まあでもね、ちょっと間に合えばスーパーアリーナ行きますんで、ぜひね、その大晦日に熱い試合をね、ライジンの方でも見たいと思いますので、ボクシングとね、ライジンの方もぜひ楽しみながら見て、大晦日を、過ごしましょう。それではまた、ご視聴ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。